クチンは、マレーシア、サラワク州の州都であり、クチン省の省都である。ボルネオ島北西部の東、マレーシアに位置するクチンは、南シナ海やサラワク川の河口に臨む河口で、ボルネオ観光の拠点でもある。町の中央を流れるサラワク川の南岸は、商業施設や観光庁等のある、市街地。住民は、カジン、マレー人、20以上の先住民からなる。 人口は約33万人。古くから南シナ海航路の用地であったクチンはサラワク王国の首都として発展し、現在でもコロニアル町やマレー風の建物が立ち並ぶ。多民族都市のクチンは中華街やインド人街もあり、料理のバラエティも豊富で、東南アジアの各地の趣きを肌で感じ取ることができ、東洋のエキゾチックな雰囲気が漂う街並みとなっている。 クチンの行政は南北2つの区域に分かれており、市長も2人存在する。クチン北部は北クチン特別市の管轄で、南部は南クチン市の管轄となる。北部はマレー系とブミ系の住民が多く、南部は中国系が多い。19世紀半ば、川の北側は半王の宮殿だけだったので、一般庶民のための橋を架ける必要がなく、現在でも、 サラワク川に架かる橋が2本繋がっているだけのため、1980年代より南北に権力が分かれていると言われている。なお、サラワク川南側のクチン中心部は北クチン特別市の管轄である。初代白人王、ジェームズ・ブルック204年前までサラワクは、ブルネーのスルタンの支配下で、ラジャによって治められており、地元民の抵抗が強かった。 1839年にクチンにやってきたイギリス人探検家のジェームズ・ブルックは1840年にクチンで発生した大悪人の暴動の際、ラジャから暴動を平定したらラジャの地位を上位すると言われ、英国海峡植民地政庁と協力して暴動を鎮圧した。この報奨としてジェームズ・ブルックはラジャに任ぜられてサラワ枠を活用され、 1841年に白人王として彼自身が統治するサラワク王国が建国した。クチンは当時より首都とされ、政治、経済の中心地として重厚なコロニアル町の建物が次々と建てられた。その後100年はブルック家の知性でイギリスの軍事力、政治力を背景にブルネーの領土を獲得して国土を拡大した。しかし、 1941年12月24日に日本軍が占領し、第二次世界大戦終戦まで日本軍の軍政下に置かれる。1945年日本降伏後、オーストラリアに亡命していた第三代国王バイナー、ブルックが王位を辞退し、サラワクはイギリスの直轄植民地となり、クチンはその中心地となった。1963年にサラワクは、 マラヤ連邦に合併し、連邦の中のマレーシアへ統合したが、現在でも高度な自治権を持つ地域となっている。1988年には、クチン市として市政施行。クチン中心ブロータリーの猫像クチンは、マレーシア語で猫を意味し、猫の町として有名であり、町の至るところに猫の彫像があり、市庁舎内には猫の博物館もある。 もっとも、クチンの語源は、クチン周辺に果物のマタ、ま、クチンの木が数多く自生していたためという説や、最初に入植したインド人の言葉のヒンディ語のコーチンという意味だったという説もある。現在では、猫が町のシンボルとしてすっかり定着していて、毎年8月には猫祭りが開かれ、8月第1土曜日には猫の仮装パレードが行われる。 北口、南口とも、市場に、猫があしらわれている。アスタナ宮殿口モスクサラワク州博物館、猫博物館のある、北市役所、フォートマルゲリータクチン国際空港口中央、バスターミナル口近郊は、5社のバスが運行している。中心部にバスターミナルはなく、口モスク周辺に、バス乗り場が集中している。長距離バスは、 中心部郊外のバスターミナルから発着する。渋まで高速線が就航している。ありがとうございます。